皆さんこんにちは。ミュージカルゴーストに出演します森井役の秋元才加です。今日の撮影では、写真とまた動画並行して撮らせていただいたんですけれども、喜怒哀楽のバリエーションがものすごく多くてちょっとドキドキしたんですが、初めてお会いした、浦井さんがものすごくジェントルマンで、初めてなんか会った気がしないと言いますか、もう本当にモリーとサムのような感じで、その世界観にぐっと引き込んでくださったので、まだ稽古始まってないんですけれども、これからがすごく楽しみだなということを思いました。また、ダブルキャストで、一緒に出させていただきます咲妃みゆさんが、同じ役なんですけれども、またそれぞれ個性が、違うキャラクターになっていると思いますので、またこれはダブルキャストの楽しみ方ができるんじゃないかなと思いましたね。頑張りたいと思います。このゴーストなんですけれども、私はモリーがですね、すごくこう、まあ、陶芸家として、なんていうんですかね、弱々しいヒロインではなくて、ちゃんと意志を持ってこうマニッシュな強さを持っている部分にすごく共感を持ちまして、そういった点もこう今回私がやらせていただくにあたって、まあ、弱さだけじゃないヒロイン、強さであったり、またこう寂しさであったり、そういうところをもっと繊細に出せていけたらいいなと思っています。ワクワクしてます。また、映画で有名なシーンの、オダメイが部屋に、まあ、最後のシーンなんですけど、こう終盤部屋に来て開けてくれって言うんですけど、信じないんですね、モリーは。でサムが近くにいるっていうのをこう1ペニーを、ね、ガーッと念力で上げて、モリーの手のひらに乗せるっていうシーンがあるんですけども、そこが舞台でどう演出されるのか、そういった有名なシーンたくさんあるんですけれども、そういったところが今後稽古の中でどういった演出になるのかとても楽しみです。一生懸命頑張らせていただきます。ミュージカルゴーストぜひご覧ください。劇場で待ってます。